はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、クリスマスから連日話題になってた、高島屋のクリスマスケーキぐちゃぐちゃ配達事件なんですけど、まあ、あまりにも数が多いという、ここにも書いてる通り、販売数2879個のうち807個が破損していたっていうことでもう3分の1ぐらいが、えー、クリスマスケーキ届く頃にはぐちゃぐちゃになってたぞっていうような事件なんですけど、高島屋がね、こうやって 会見をしてたんですよクリスマスケーキが崩れた原因は分かりませんって発表してたんですけどただその会見の中で喋ってることがいやそれがどう考えても原因だろうっていうのがねネット上でめちゃめちゃ突っ込まれてるんですよねいやもうこんなの完全に製造元が悪いじゃんっていろいろネット上で言われてるんで今回その件についてね見ていこうかなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします、まあ、ということで この話なんですけど、元光先日ね、動画でお話した内容では、まあ、高島屋のクリスマスケーキを製造している会社は、高島屋が委託して、えー、ケーキを作っているということで、その会社が、ね、あまりにも逆ギレしてるということで、大援助してたわけなんですけど、全責任は高島屋にあるぞということで、逆ギレしてたんですよね、このケーキを作ったとこ自体は。で、えーまあ、今回、高島屋が会見をしてですね、原因についてね、あのべって、 ってたたわわけけけななんんでですすすどその内容がやばすぎたわけなんですよいやあまりにも数多くて今回の被害そしてぐちゃぐちゃになり具合もみんなやばいことになってたんで、まあ、これ何か、えー、去年とは違うあこれ5年ぐらい続いてるケーキみたいなんですけど今までと違う点があればすぐわかるような気がするんですけど一体原因は何なんだっていうのを会見してたんですよね。それが記事になってるんですけど クリスマスケーキ崩れた高島屋原因特定できず冷凍時間は2週間から25時間に短縮だーっていうことが言われてて原因はわかんないけど去年と違うとこはこういうことがあったぞっていうのをはっきり言っちゃってるんですよねでこの内容を見る限りいやそれが原因だろうって、ね、ネット上では言われてるわけですまあ、ちょっと、えー、記事を見ていこうと思うんですけど百貨店大手の高島屋が販売したクリスマスケーキの一部が崩れた状態で届けられた問題 問題を受け、同社は27日に記者会見しお客様の期待を裏切り深くおわびすると謝罪した製造や配送の委託先を調査したが原因は特定できなかったというと高島屋によるとケーキ5400円はオンラインで販売埼玉県の菓子メーカーウィンズアークが製造冷凍しヤマト運輸が配送したということでまあ前回の動画ではこのウィンズアークが逆ギレしてるぞっていうのをね話したんですよねで16日から25日 日に約2,900個が購入者に届けられ、26日時点で807個について崩れていたことが確認された。高島屋は返金や交換に応じているということで、まあ最終的にやっぱ責任は高島屋になって返金をね対応しているということなんですけど、ウインズアークは昨年も同じケーキを製造し、冷凍に2週間かけた。 今年はイチゴの入荷が遅れ、20時間から25時間に短縮したが、同社のサンプル検査では、規定通りの温度で凍結されていたという、ヤマト運輸も配送時に適切な温度で管理していたとしているっていうことで、ここなんですよ、去年と変わったとこはここしかねえ、でもこれは問題ねえってね、高島屋は言ってるわけなんですけど、いや、どう考えても、素人目線でもあまりにもこれは問題があるんじゃないのかなって思っちゃいますよね。いいやいや原因はそこだろ ってだって冷凍が2週間から、えー、1日に変わってんだよ約。 いや全然違いますよね。だからこの時点で、えー、ケーキがちゃんと冷凍されていなくて運んでる最中に崩れたって考えるのがめちゃめちゃ自然だと思うんですけど <laughs> これは原因じゃねえっていうふうに言ってるんですよね。で高島屋の横山専務は会見で頭を下げ原因を特定できるような管理体制を構築できておらず販売者としてお客様に対する全責任がある取引先との関係を強化し再発防止につなげていくと述べたと全責任は高島屋で やるぞーって言ってるわけなんですけどいやほぼ原因特定できてるよねっていうのが素人目線の元光には思うとこなんですよねこれしかねえだろうってまあだからネット上ではいろいろツッコミが上がってるわけなんですよこんな感じでね、えー「高島屋はクリスマスケーキが崩れた原因は不明だなお凍結期間は去年は2週間だったけど今年は1日にしたよ」ってこういう解禁をしてんだよ いや原因が分からない不思議な事件だなーって、まあ、この人はネタで言ってるわけなんですけどいやどう考えてもここだろうって。<laughs> なんで凍結期間2週間から1日にしたことが原因としてあげられねえんだよってなっちゃいますけどね。まあ凍結時間が2週間から1日になったっていう理由は、いちごの入荷が遅れたということなんですけど、でね、まあ高島屋としてもサンプル的にはね、いけるんだって、一1日凍らせたら全然大丈夫だったって言ってるわけなんですけど、それってどういうサンプルでやったんでしょうね。あの、1個だけとかじゃ、あまず話が違うと思うんですよ。これ何千個もね。 えー、製造するわけだからさ、シンプルに同じ温度の冷凍庫に入れたとしても、数多いと、そりゃ凍らなくねって思っちゃうんですけどね、もうこれじゃねっていうのが、まあ、多くの人が思ってるんですよ。で、まあ、こんなことも言われてて、高島屋はクリスマスケーキが崩れた原因は不明だって言ってて、同業者で24時間の冷凍だと凍らない場合あるぞっていうのをね、言ってるんですよ。まあ、これテレビのニュースなわけなんですけど、他の同業者、製造部門の責任者、他のケーキドット JP から、 えー、一般的には24時間程度で冷凍は完了するかなと我々も考えているがっていうことで基本的には確か24時間で冷凍は完了するらしいんですよ、ケーキ。ただ、冷凍庫の中でまとめて冷凍したりですね箱が重なって冷凍したりだとか48時間程度冷凍して出荷する事業者が多いということで、まあ、念のためこれぐらいは冷凍しますよっていうのが他のケーキ職人の人から言われているわけなんですよね。まあどう考えてもそれが理由だ ってなっちゃいますよね、まあ、ってなるとやっぱり製造元であるウィンズワー,ークが悪いってなっちゃうのかな、まあ、ちょっとイチゴが遅れた理由っていうのが、まあ、どこが悪いかっていうのも分かんないですし何とも言えないんですけどまあ十中八九それが原因な気がするんだけど何かはいろいろ大人の事情があるんだろうなってまあ言えないんじゃないのか高島よって <laughs> 製造元が悪いとは言えないその大人の事情があるんだろうっていうのが突っ込まれてるんですよねただもう明白だよねこれ原因それ だとしかいいようがないんですけど他の意見で言うと高島屋のクリスマスケーキ問題の原因って完全にこれやろってイチゴの入荷遅れがあり昨年より冷凍時間が短かったってしかもかなり短いからね昨年は2週間だったが今年は20時間から25時間に変更法って全然違うもんでパティシエの推察や他の冷凍ケーキ工場のやり方的に問題の工場がキャパオーバーで完全冷凍できてなかったとしか思えんやろっていうことが言われててまっ、あ、て っていうのも今回問題にになった時に、えー、きっかけとなったツイートの1つでこちらの人とか被害を受けた人ね高島屋でクリスマスケーキ買ったらこんな状態で届いた写真は凍った状態なので輸送の問題じゃない高島屋でケーキは二度と買わないっていうことで届いた時にはまた凍ってるんですよ。 だから輸送会社のところで溶けたっていうのは考えづらいよっていうのはずっと言われてたわけなんですよね。まあそれをパティシエの人たちもいろいろね発信とかしていやーこれは作った時に完全に凍ってないのが原因じゃないかみたいな話になってたわけなんですよ。まあそういうふうに多くの人が推察してて今回こういうふうにね20時間から25時間しか冷凍してなかったっていうのが判明したんであればこれがほぼ原因じゃねえかってなっちゃいますけどねとか他には。ケーキは 度が高いかから1日ででは凍結できなかったんじゃなないかなーって冷凍庫の場所によっては冷気が届きにくいとこもあるみっちみちに積み込まれた箱は冷凍までに時間がかかるはず原因わかってるんじゃねーっていやほんとそうだよねだって この数だよ2800個、まあ、全部同じ冷凍庫に入れてるかわかんないですけど2800個とかそんな大量のものを冷凍庫に入れてはい同じ時間で凍りましたっていうのはちょっと信じれないもんね、うん、こちらもいいねさせていただきますねとか他には騒動当初パティシエの妹が曰く中を凍らせるために長期間冷凍しないといけないのに外側が固まったのを見て出荷しちゃったんではーっていうねそういうツイートがあったんですよ あのパティシエの妹曰くっていうね。推察のツイートまさしくあれだったんやなーっていうことでやっぱり多くの人。 ががが推測してててているるもののほほぼほぼ原因じゃねっていうのがねねっっう分かってきてるんですよ、ねまあ、なのに高島屋はあくまで原因不明というような答えなんですよ。とか他には個人的には原因はそこ冷凍期間が1日だけだと思うこれ高島屋からさまざまな発想物を引き上げられるかもみたいな力関係があって何も言えないかもしれないが大和派としては大和運輸は奮闘すべき案件だと思うということで、まあ、確かに それも言えるよね。 かなりこの話話題になってニュースとかにも取り上げられてて運送会社が疑われるようなそんな事件にもなってましたからねまあそういう意味ではいや大和運輸はちゃんとしてくれてるかなって思う人からするとぜひね怒ってほしいみたいなねそんな意見もあったりしますまあ確かにそうだよね運送会社はちゃんと運んでるのにそれでもなんか運送会社が疑われるんだったらいやいややめてくれよなんか印象悪くなるじゃねえかってなっちゃいますもんねとか他には要するに製造元が 追求される内容、高島屋が責任を持つっていう結論なわけですよって言えばそういうことなんでしょうね大人の事情というか製造元がねえー、まあ、今回で言うとウィンズアークになるのかなまあ、そこら辺が追及されないように高島屋が責任持つってことなんじゃねいって言われてたりしますとか他には農協を支出したシェフやスタッフを絶対に悪く言いたくない高島屋ってもうあくまで、えー、私たちが悪いですってまあ、上司的なポジションで言うとめっちゃいい対応だとは 思うんですけどただ原因が分かりませんって言いながら「<laughs> 冷凍時間が去年よりも大幅に減ってることが変わっただけなんですよね」っていうのって <laughs> まあかなり矛盾した発信だと本光は思いますけどねこちらもいいさせていただきますね。とか他には「去年と違うのどうこだ?」という簡単な間違い探しのような気もするがここまでいった上で原因不明と結論を出さなきゃならない事情が高島屋にはあるのだろうなっていうことで、まあ、これ以上 以上高島屋は他ののの会社に追求が来るるを止めてるんじゃないのかないかということですすねねね、まあ、こちらもいいいいさせていただきます、ねまあ、ということうで今回は高島屋のクリスマスケーキぐちゃぐちゃ騒動なんですけど原因不明だって会見発表しながらもろ原因そこだろうってネットで突っ込まれてしまうというようなそんなお話でした皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。